こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。えー、この日経 MJ の記事でね、えー、調査で見えた島村とユニクロの差という記事を読んでみてね、えー、イメージが、まあ、島村はダサいと、ねで、ユニクロは、まあ、シンプルとか、まあ、そういう分析が載ってたんですけど、まあ、その調査がね、えーまあ、そうじゃないんじゃないかなと思ったのが、低、ま、迷、あ、する島村と 好調なユニクロの差は、厳しい日本市場で勝負する島村と、楽にかねる、勝てる海外で勝負するユニクロの戦略の差と。まあ、ユニクロは海外ね、ね、えー、ヨーロッパでもアジアでもたくさん店があります。そして、えー、売り上げがどんどん増えて、利益も増えてると。で、一方、島村は国内にしかなくてね、えー、国内で、まあ、どん,どんどんどん少子化で厳しくなっていく市場ですから、まあ、当然、伸びないと。 いう単純にそれだけの差じゃないかなと。まあ、それだけと言っちゃ言い過ぎかもしれないですけど、そこが大きなところでね、まあ、別に調査なんかしなくてもわかりそうなもんだのになと思いました。まあ、同じようにね、ダイソーとダイソー以外の100円ショップの売り上げの差も、厳しい日本市場で勝負するダイソー以外と、楽に勝てる海外で勝負するダイソーと。この戦略の差。でね、これ日本の時価総額のトップ10なんですけど、えー まあ中見てみるとね、インフラ企業の NTT とかね、KDDI、あるいは NTT とこもそれを除けばね、えー、全部輸出型の企業です。まあ、当然1位はトヨタでね、まあ、トヨタといえばもう国内より、もうほぼ海外で稼いでる企業になってます。まあ、そんなわけでね、日本市場で稼ぐのは、上場企業、まあ、トップ10以外の上場企業でもね、えー、厳しいと。 逆に言うとね、能力あっても日本市場だけで勝負してては、なかなか売り上げも利益も上がらないというのがね、まあ、今の日本の市場なのかなという気がします。で大企業でできないことが、まあ、副業レベルの個人でできることがないと、できるわけがないと。まあ、つまり、まあ、国内で稼ごうと、ね、輸入して国内で売ろうとかね、国内の転売、ある,あるいは瀬戸りで稼ごうと思っても、まあ、稼げるわけがない。 何しろ大企業は、ね、国内で勝負して伸び悩むのにそれを副業でね始めた個人が国内で1人勝ちというようなちょっと考えにくいわけですねつまり個人は輸出ビジネスに取り組まなければ稼げないと、まあ、こう考えた方がどちらかというと正解に近いのかなというふうに、ね、このユニクロと島村の話を見て思いました。 もうほとんどねそういう目で見ると、日本の国内に店舗があってもね、ドン・キホーテとかダイソーみたく、まあ、ほぼお客さんはね、場所によっては日本の人より海外から来た人の方が多いと。でましてや海外に店舗を出して設けてるというのがね、今の、まあ、日本企業の設け方なんで、まあ、私たち個人もね、それを真似て輸出ビジネスに取り組んで稼ぐのがやっぱり正しい選択、ね。 勝ちやすい戦略じゃないかなというふうに考えられます以上天ンバーアカデミー堀秀夫でした